皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と萌です。本日はですね、はい、カンカン同率志望の方必見、うん、8月にやるべき勉強法と基準をお話ししていければと思っております。いやー、ついにね、毎回言ってるんですけど、もう8月来ましたというところで7月の取ったのこの前じゃないですか、うん、いや本当にね。でもう気づいたらもう8月ですよ、うん、これ繰り返していくと、もう気づいたあと半年でね、入試になってくるんで、はい、時間経つの早いですよね。受験生の皆さんはね、はい、もっと一瞬に感じてると思うので、うん、ぜひね、今やるべきところっていうのをきちんと明確にして頑張っていただければなと思ってます、はい、はい。また現在逆転コーチングではですね、前頭共通テスト模試ができなかった方必見で、この夏から半年でカンカン同率合格に逆算した勉強計画を作成しております、はい、こちら枠数限られておりますので、もし少しでも興味あるよって方ですね、この YouTube の動画の概要欄の方をチェックしてもらえればなと思ってます。はい、公式 LINE の追加お待ちしてます。はい。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。はい、ではですね、はい、英語からまあ順々に各科目で8月はどこまでやってほしいかっていうところをお話ししていければと思います、はい、まず英語の中でも英単語からいきましょうか、はい、英単語は8月中にここまでやってくれみたいなのにどうですかね、うん、そうですね、まあ、7月の動画でもね話したんですけれども、そろそろ一冊終わらしたいっていうのがまあ正直なとこですよね。間違いないですね、うん、一冊目っていうのは例えばシスタンとか、はい、まあ、ターゲット1900とか、うん、リークとか、はい、まあ、即単の必修編とかですね、うんうん、そのあたりの単語帳をそろそろ完璧ですって言える状況を、うん、はい、8月中には作りたいですね。そうなんですよ、うん、で特にこう現役生の方は単語を覚える時間っていうのはもうこの夏休みがね最後一番取れる時間だと思ってるんですよ、うん、逆にこう9月になってくると特にカンカン同率の方だったら赤本対策めちゃくちゃ回してほしいんですけれども、単語覚えてないですよってなったらその時間もったいないじゃないですか。問題演習もできなくなっちゃうので、うん、覚えるに越したことないんですよ。英単語ってなんかどうやったら覚えれますかとか、うん、全然覚えられませんって結構言う方多いんですけど、もう正直もうほとんどが気合と根性だと僕は思ってるんですね、うん、もちろんコツとかもあるんですけれども、はい、最後は気合とか、まあ、時間とかを使ってやるしかないんですよね、うん、楽に英単語覚えることは難しいのでってなった時に時間取れる8月にやっぱり全部覚えとかへんときついなっていうのがありますよね。間違いないですね、うん、結局かけないといけない時間っていうのはどうしても発生してくるわけなので、はい、うん、秋以降にこう残してしまうとね、うん、本当に受験苦しくなってくるんで、うん、今のうちにもう完璧にしようっていうところ、これまず最優先事項の一つとして頑張ってほしいなと思います、うん、はい。英熟語はどうですかね。英熟語はですね、まあ、皆さん持っている市販の参考書でいいかなと思ってまして、即熟とか解体英熟語とかターゲット線とかが多分スタンダードかなと思うんですけれども、うん、このあたりをですね6割ぐらいは覚えていきたいなっていうところになりますね、うん、そうですね、うん、熟語を完璧にするのはねまだ厳しい気もするので、うん、はい、優先度は単語高めで大丈夫なので、うん、はい、だから熟語もちょっとずつちゃんと回していきましょうっていうところを意識してもらえればと思います、うん、はい。単語熟語はねこのような形でお願いします、うん、はい。英文法はどうですかね。英文法に関してはですね、おそらく皆さんネクストヴィンテージスクランブルとか使ってるかなとか、うん、最近だとポラリス英文法とかね、うん、使ってる方多いと思うんですけれども、この8月にね一度シャッフル問題ぜひ解いてほしいなと思ってます。例えばファイナル英文法標準編であったりだとか、うん、ファイナル英文法ポラリスみたいな形で、うん、結構あのシャッフルされてる問題あるじゃないですか、うん、あれをぜひね8月一度解いてほしいなと思ってまして、今までは淡々と何週も回しましたとか、うん、ネクスト4週回しましたって結構言ってる子いるんですけど、はい、実際問題とかしたらあんまできてないっていう子多いじゃないですか。多いですね。それを例えば秋に気づいてやばいっつってまたネクスト回し出すともう遅くなってくるので、この夏にね本当に抜け漏れないんだっけとか、自分の苦手な分野どこなんだっけっていうのを見つける意味でもぜひねシャッフル系はやってほしいなと思ってます。間違いないですね。単元ごとになってる参考書っていうのが大半だと思うんですけど、はい、うんうん、どうしてもねこの単元だからこの答えじゃないかっていうのは推測しちゃってるんですよね、無意識にね、うん、そうなんですよ。なのでやっぱランダム系は解きましょうっていうところが一つですね、うんうん、でまあ中にはですね、うん、もう結構英文法固まってるよって方いるかもしれないです、うん、このシャッフル系の問題あった時に8割とか安定して取れてるよって方いるかなと思ってまして、うん、その中で関西学院受ける方に関して言うと、河合塾が出している英文法語法両門500っていうのの定常英作文編ですね、こちらやられるといいかなと思ってます。いいですね、はい、漢学は確かに正常問題結構めんどくさいと言いますか、はい、手強いですもんね。そうなんですよね、うん、なんでこの夏ぐらいからこういう分野別対策もちょくちょく始めていくとかなりリードできませんか、うん、そう
うですね、うん、これ今のうちに500回していただければ、うん、だいぶアドバンテージつくかなと思うので、うん、余裕がある人で十分なので、うん、ここまで手伸ばしてくれるとベストかなと思います、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあ続いて英文解釈いきましょうか、はい、英文解釈はいかがですか。はい、英文解釈に関して言うと最低で入門英文問題成功ですね、うん、ここを一冊完璧にできるレベルまでやってほしいなと思ってますと。なるほど。結構中にはもう英文問題成功終わってて、うん、英文10項とかね基礎100とかやってますよって方多いんですけれども、うん、結局もしその方の中で今前頭模試でリーディングの点数で言うと 60% 以下っていう子に関して言うと、おそらく入門英文問題成功の範囲が固まってない方が多いんじゃないかなと思ってます。間違いないですね、はい、で結局英文解釈の課題を見つけた時に行き着くのって入門英文問題成功に載ってる基礎が抜けてるとかが結構あるじゃないですか、うん、あります。それをこう10月にまた戻ってってなるともったいないので、この夏はね最後の基礎固めとしてこの参考書固めてほしいなと思ってますね。そうですね、うん、入門英文問題成功が本当の意味でね固まってるかどうかで、うん、結構ね総合力変わってくる気がするんですよ、うん、焦る気持ちはわかるんですけど、はい、2,3 週やったからいいでしょって言って、うん、なんとなく次に進んでる人って意外といると思うんですよね、うん、これ見てくださってる方の中に。そうですよね、焦る必要は全然ないので、はい、8月中に入門英文を本当の意味でちゃんと人に説明できるなっていうぐらい定着していればですね、はい、いいペースではありますので、うん、無理して進めずちゃんと復習するっていうところを特に意識してもらえればなと思います、はい、では英語では最後ですね、はい、長文これどうですか。英語長文に関しても同時並行でやっていきたいかなと思ってます、うん、で中にはまだ解釈単語とかしかやってないですよって方いるんですけれども、はい、英語長文メインじゃないですかやっぱり同時にしろ、うん、ってなった時に英語長文もやっていないとやっぱり間に合わなくなってくるので、8月は最低でも入ってほしいんですね、はい、で1個目安として目標で言うと共通テストリーディングで 65% ぐらいの学力感には8月で持っていきたいんですね。 65% あったら、うん、カンカン同率はね結構見えてきてると言ってもいいようなラインになってくるので、うん、この 5% 意外と大きかったりもするんで、うん、65% を目指して、うん、長文の参考書回したりとか解釈文法単語のね、復習するっていうところを重点的にやってもらえたらなというふうに思います。そうですね、おすすめで言うとルールズとかですかね、うん、ルールズの2位ぐらいまで完璧にできれば理想のペースかなと思ってます。はい、間違いないですね、はい、ルールズ2と同じようなレベル感で言うとソリューション2とか、あと英語長文ポラリスだったら1とかですね、うん、この辺りが近いレベルになってくるので、はい、まあ、1冊でね夏1ヶ月も使ってるとそんなこともないと思うので、同じレベル試したいなっていう方はこの辺り試してもらえればと思います、うん、そうですね、毎日1長文やれると理想ですね、はい、そうですね、はい、頑張りましょうっていう形で英語はざっくりこのような形で、うん、ここまでね英語終わってるともう本当にカンカンです、余裕合格で言った形ですね。そうですね、うん、本当にもう理想ペースみたいなところはあると思うので、うん、はい、頑張ってくださいという形で、ついちょっと国語に入っていきたいなと思ってます、はい、現代文なんですけれども、うん、以前のまあ動画では入試現代文のアクセスとかやりましょうねみたいなところまでお話してたかなと思うんですけど、はい、うん、8月何プラスでしたらいいかとかあったりしますかね、うん、はい、そうですね、ここはやはり現代文読解力の開発講座、うん、これを少なくとも1週は回してほしいなというふうに思いますね、うん、そうですよね、やっぱこの夏に開発講座レベルの現代文読めるか読めないかで、うん、結構こっからの伸び変わりますよね。変わります。でおそらくですね、うん、最初の1週目難しいって思うと思うんですよね、はい、あれめちゃめちゃ難しいんですけど、うんうん、ただね解説は丁寧なので、うん、ちゃんとやり込んでいただければ、まあ、理解はできますっていうところがあるので、うん、しっかりここね時間かけて大丈夫なので、うん、取り組んでいただければ、うん、こう秋以降の伸びっていうところが変わってくるので、うん、なんとかね1週終わらせるっていう勢いで頑張ってほしいなと思います、うん、そうですね、特にもう同社志望の子なんかも開発講座もろ対策できるんでね、間違いない、ぜひねこの8月やってほしいなと思ってます、はい、補足でですね、うん、この時期に漢字とか現代文単語が全然分かってないですって言ってると思うんですよね、うん、多いですね。でそういう人はねやっぱ英単語とかと同じく、うん、秋以降にがっつり時間取るのがねちょっと難しくなってきたりするので、うん、漢字すごい苦手ですっていう方はね、うん、最低限の用語はマスターしてほしいので、うん、まあ、漢字マスター1800だったりとか、うん、現代文単語に関しては、まあ、現代文単語とか、まあ、それこそキーワードとかでもいいと思うんですけど、うん、まあ、そのあたりを今のうちにある程度回しておくっていうところもやっていただければなと思います、うん、この8月に開発講座レベルまでね確かに行ってたら本当に理想なんでね、うん、現代文はここを目標に行ってもらいたいなと思ってます。で続いて古文に入っていければなと思うんですけれども、はい、おそらく単語文法ぐらいは一定基礎が固まりだしたんじゃないかなと思うんですけど、そうですよね、はい、そう思ってますよ、はい、その後何したらいいのかって結構困るかなと思ってまして、うん、こちらいかがですかね。はい、ではまあね今話した通り、うん、単語と文法ある程度固まってる前提ですと、うんうん、これがもし固まってない人はもう最速で固めに行ってくださいっていうところで、はい、うん、まあ、そろそろ読解にも入っていきましょうっていう時期なので、はい、これまでですとね岡本先生の一度読むだけで古文読解が面白いほど分かる本みたいなところをねご紹介してたんですけれども、はい、最近ですと、まあ、新しく発売されてる矢沢先生の矢沢のたった3時間で古文読解とかも、うん、いいやつですね、この時期ですとね、はい、サクッと終わらせていきたい時期でもあるので、うん、そのあたりもすごくおすすめしたいな
と思いますので、うん、矢沢先生だったり岡本先生の古文のね、うん、インプットメインの参考書っていうところを8月中に完璧にしていただいて、はい、余力があれば古文上達の基礎編とかを少しずつ回していただければ、うん、点数としては問題ないかなと思いますね。岡本先生のやつは結構時間かかるっていう声もやっぱりあったりするんですけれども、うん、矢沢先生のやつはもうコンパクトに漢文早覚え即答法ぐらいのこう完成度というか、一冊で本当に読解の基礎が網羅できるっていうような一冊じゃないですか、うん、間違いないです、ね、なんでこの夏に取っ組みやすいというか、うん、っていう意味でもやっぱりおすすめですよね。そうですね、違いとしては岡本先生のは幅広く全部カバーして、はい、一旦古文読解のルール全部書きますよっていう形でして、うんうん、矢沢先生のは一旦最低限読めるような実力に仕上げますよ、うん、短時間でっていうような形なので、うんうん、はい、でも古文読解って今後演習積んでいって、うん、壁に当たった際にちょっとずつ詰めていくっていう部署もありますので、うんうん、はい、まあ、矢沢先生でこうサクッと学んで古文上達で、まあ、それをどんどん仕上げていくっていうやり方も大いにありかなと思いますね、はいはい、そうですよね、うん、なんでまあ読解にどんどん入っていくっていう意味でも8月からやっぱり古文っていうのも一個頑張ってほしいですね、うん、頑張ってほしいなと思います。やりましょう、はい、っていう形でまあ一旦英語とですね国語がこういった形で進めるっていうところでですね、うん、で最後選択科目に入っていくんですけれども、はい、まあ、今までの動画でですね第2回の前頭マーク模試のね範囲までやりましょうといったところで話してたんですけれども、うん、ついにね7月末に第2回の前頭模試も終わりまして、うん、じゃあ8月どこまでやるのかみたいなところに関して言うとですね、特に社会科目の方であれば、うん、通試ざっと一生終わらせたいなっていうのがありますね。正直一生終わらせたいですし、はい、うんうん、立命とか社会めっちゃむずいじゃないですか。はい、むずいですね。立命の人だったら、まあはい、できれば2週ぐらいもう回してるっていうような状況が理想ではありますよね、うんうん、そうですね、うん、でまあ共通テスト系の問題で言うと、うんうん、大体何割ぐらい8末で取れてるといいなっていう指標とかありますか。はい、まあ、もちろん高得点取れれば取れるほどいいんですけれども、うん、1個指標になるのは6割とかですかね。確かに、はい、6割取れてると本当にいいペースですし、うん、夏以降こう応用問題にどんどんねチャレンジできるっていう意味で6割1個目指してほしいですよね。そうですね、うん、まあ、やっぱインプットとアウトプットの両立ってとこが大事だと思うので、はい、ただ読むだけじゃなくて、うん、まあ、アウトプットの時代と流れとか一問一答とかでちゃんとしながら、うん、通信終わらせるっていうところを、うん、マストで頑張ってほしいなと思います。はい、続いて政治経済の選択の方に関して言うと、うん、政経選択の方って大半が今までね、うん、数学やってたりとか、はい、世界史日本史やってて急に政経に変えましたって言ってまだやってない子とかもいたりするじゃないですか。多いですね、そういう方に関して言うと柿山の共通テスト政治経済一冊終わらせるっていうのが一個いいですよね。はい、そうですね、うん、ちなみについ先日、はい、リニューアルされて改訂版が発売されたばかりですので、はい、皆さんぜひ手に取っていただいて、うん、1ヶ月でこれをね用語集とセットで何週間回していただければ、はい、意外と基礎ってね固まったりするので、うん、8月はもうそれを回しまくって、うん、協定6割取るんだぐらいのつもりで頑張ってほしいなと思います。うんうん、全然1ヶ月でね完成できるような参考書になってるんで、ね、うん、夏休みやったらぜひね社会科目がそういった形で進めつつ、はい、最後ちょっと数学みたいなところも一個基準聞きたいなと思ってまして、うん、数学なんか8月やるべきみたいなあったりしますかね。まあ、参考書がねいろいろありすぎて難しいんですけど、うん、確かに基準としては、うん、共通テストで 1A、2B 両方5割超えてるといいかなというふうに思ってますね。むずいですもんね普通に数学の共通テスト難しいですね。うん、基準で言うと、まあ、入門問題成功とか、はい、基礎問のまあ簡単めな問題とかをある程度完璧にこなせますとか、うん、はい、おチャートとかねチャート系使ってる人も多いと思うんですけど、はい、まあ、そういう方で言うとコンパス1には完璧、コンパス3つは半分ぐらいは解けるかなっていうような実力に夏の間に仕上げておいていただけると、うんうん、結構この先楽になってくるので、はい、範囲も広いと思うんですけど、はい、なく頑張ってほしいなと思いますね。ありがとうございます。という形で本日はですね受験の天王山8月にですね、うん、カンカンの通過ために何するのかといったところでねお話ししてきましたけれども、はい、結構量は多いですよねやっぱり3科目になると、ね、なのでいろいろ参考書言いましたけど、はい、前提として勉強時間確保してねっていうところがありますので、うんうん、はい、こんだけ勉強時間取れるのもうないですからね、うん、受験生活で間違いない。なんで毎日も10時間ぐらいはなんとか確保していただいて勉強に費やして全部バランスよく終わらせてほしいなと思ってます。はい、この動画でですね1個理想としてのね基準をお話ししてますと、うん、でまあ中にはですねここまで達してなくてもカンカンの図に例年受かる子っていうのはいますと。でそういう子に共通して言えるのはこの夏から何をするべきなのかっていうのを逆算した勉強計画で最短で進めるっていう必要があるんですね。ただ今から最短で半年間何するのかやっぱり難しいかなと思ってまして、現在逆転コーチングでですねこっから半年で何をすればカンカンドイツに逆転合格できるのか全て勉強計画をオーダーメイドで作成してます。はい、こちら枠数かなり限られておりますので YouTube の概要欄の公式 LINE の方をチェックしてもらえればなと思ってます。お話できるの楽しみにしてます。はい、という形でですね本日は8月のカンカン同率編といったところやってきました。はい、またね次回お会いするのは9月編という形でこの1ヶ月をねぜひ有意義に過ごしてほしいですね。うん、次の基準に到達してるっていうところも前提で9月の動画撮っていくので、はい、皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい、という形で本日の動画はこちらで以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。